まあ、最後の曲も実は、ちょっと珍しいというか、あんまり他のバンドやってないと思うんですが、日本の曲です。で、まあ、有名な曲も、サンバ調にアレンジした曲、安室奈美恵さんの Can You Celebrate、まあ、結婚式では定番でよく演奏されると思うんですけども、特に歌詞には、ね、実は結婚という名前は入っておりません。で、まあ、何かをやっぱり祝うという意味で、今回ですね、ここにお越しになったお客様と、メンバー全員のですね、サチアレという意味でお祝いの曲として最後お送りしたいと思います。それでは最後なので、ソリスト最初に紹介しております。トロンボーン山岸義久では、最後ですね、本当に最後の最後で次はコールありませんので、安室奈美恵さんキャンユーセレブレートをお聴きしてください。Thank you.